こんにちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じのモデルを作っていきたいと思います。これはですね、折り紙1枚で作っています。まずは折り紙を3等分にして、帯のような状態にしてからつなげていっています。中心部分のくぼみが可愛い作品です。それでは、ルーラーとカッターかハサミを用意してください。早速作っていきます。それではですね、こちらは15センチ角の折り紙です。これをですね、まずは3等分にしていきます。カッターかハサミを用意してください。そうしてですね、三角にしたら左の方に少しだけ線を入れます。向きを変えて半分にして左端の方に少しだけ線を入れて、そして開いてください。そしたらですね、今入れた中心の線と左下の角を結ぶ対角線で斜めにして、線が入っているところがあります。このところに合わせて印を入れてください。そしてこのつけたクロス部分に合わせて下の端を折っていきます。そうするとですね、ここが全体の3分の1になる部分なので、まず3分の1を折って、端に合わせて反対側も折ると折り紙が3等分になるかと思います。どうしても紙なのでずれてくることがあると思います。なので最初はですね、軽く折って端を調整して、しっかり3等分になるように折ってみてください。綺麗に3等分になったら、今度はつけた縦のラインをカットしていきます。
3本の線があるので、この線をもう一度しっかり折って付け直します。そうしたらですね、内側に折っている方の端の中にもう一方を差し込んで、線のところまでしっかり入れてください。キュッと入れて、この入っている部分と線があります。この線のところを合わせて半分にしてください。ついている線で反対側に一度折ってください。左側も線がついているので、その線に合わせて後ろに折ります。この時ですけれども、中心部分を押さえるとずれにくいです。そうしたら、左側の四角の部分を結ぶ対角線のところで角を折ります。左側も同じように、対角線のところで角を折って斜めに線を入れてください。4箇所線を入れます。そうしたらこの斜めの線のところを山折りにして、ここはですね、三角部分がピタッとくっつかないです。こんな感じで浮いている感じです。反対側も同じように斜めの線を山折りにしてください。全部の線を山折りにして、全体的にブロックのような形になるように、四角になるように角を立てていきます。これで一つのユニットの完成です。これと同じものを全部で3つ作ってください。3つできたので、今度は組み立てていきます。この三角の出ている部分に、この下にこの平面の部分が来るように、一方のブロックの中にもう一つを入れていきます。三角の下に四角の平面が来るようにしたら、こんな感じですね。そしたらですね、残っているもう一つを帯のところを外して、こちらも平面のところが三角の出ている下のところに来るように、三角部分の下から帯を入れてくるっと回すようにして、帯をですね、くるっと回すようにして、反対側も三角の部分の下に帯が来るように、下から通して、ちょっとやりにくいですけれども、引っ張って、この部分を引っ張ります。そう
して一方の縁のところが折れている方を上にして側面部分を三角の下の方になるように中の方に入れていきます。角をですね、トントンと叩いてあげると結構簡単に入ります。あとは三角の部分を形を整えて、これで出来上がりです。全部きちっと型にはまるとしっかりした作品になるかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。